東京都小金井市にある辻調理師専門学校東京、西洋料理担当の本田隆明です。今回は牛肉のフィレとロースのソテーをご紹介いたします。牛肉のステーキを美味しく焼くためにはいくつかのポイントがありますので、それを一つずつご紹介していきます。お肉は冷蔵庫からあらかじめ出して冷たさを取ってください。厚みのあるお肉を冷たいまま焼くと、中心部分に火が入るまでの間にどうしても時間がかかります。そうすると表面が乾燥してきたり、思っているよりも焦げてしまったなんてことがありますので、熱ければ熱いほど長い時間冷蔵庫から出しておく必要があります。今日は3センチぐらいありますので、1時間程度冷蔵庫から出してあります。もっと熱ければもっと出しておいた方がいいでしょう。ちなみにですけれども、1センチぐらいのお肉であればそこまで重要ではなくなってくるポイントになってきます。次に、お肉を焼く時のフライパンや鍋、これの選択ですね。鉄のフライパンやステンレスの鍋、こういったフッ素樹脂加工のフライパンなどがありますけども、鉄のフライパン、ステンレスの鍋ですと、お肉を焼いた際に鍋底に肉の旨味がこびりつきます。肉を取り出した後でその旨味を上手に使ってソースを作る料理であればすごく適していると思います。ステーキをただ焼いてそのまま食べますよ、もしくはソースを別に作ってありますよ、こういう場合ですと、こういったフッ素樹脂加工のものの方が鍋底に肉汁が張り付くのではなくて、肉の表面で焼き固まってくれますので、こういったフッ素樹脂加工のフライパンもおすすめです。次に大きさですね。例えばこのお肉を4枚このサイズのフライパンに入れてしまうとかなり密集してしまいます。焼いてる時にお肉から出てきた蒸気がこもってお肉が香ばしく焼けません。できれば適度に隙間は空きつつも、あまり隙間は空きすぎず、軽く隙間は空いてるんだけどもそう大きすぎないフライパンを選んでいただくと上手に焼けると思います。あとはですね、厚みですね。フライパンの厚み、厚ければ厚いほどステーキ焼くのには適しています。十分に熱したフライパンでも冷たいお肉を入れるとフライパンの温度はどうしても下がってしまいます。肉の置いた部分、温度が下がりますね。肉が乗っかってない周りだけは温度が上がり続けるので、焼いた時にお肉の周りだけが焼けてて、そこが全然焼き色ついてないよ、こんなことが起こります。できるだけ分厚いフライパンを使ってステーキを焼くのがおすすめです。少し油脂についての説明をしたいと思います。一般的によく使われるサラダ油、そしてオリーブ油、バターなんかもありますけれども、それぞれ発煙点に違いがあります。発煙点とは煙が上がり始め油が変性し風味が悪くなったり胃もたれの原因になったりする温度帯のことを言います。サラダ油で言えば200度ぐらいまで温度を上げることができます。オリーブオイル、精製してあるものですと220度から240度まで上げることが可能です。それに対してバターですけれども、130度ぐらいからだんだんに色づき始めます。160度を超えると煙が上がってもう真っ黒になってしまいます。例えばですよ、薄いお肉を短時間で一気に焼きたいいう場合にはより高温まで上げれるオリーブ油おすすめです。厚みのあるお肉、バターの風味もつけながらゆっくり焼きたいな、でもバターだけじゃ焦げちゃう、そういう場合はサラダ油とバターを併用して使う、こういった焼き方もおすすめです。最後にお肉の焼き加減について説明します。フランスでは4つの焼き加減があります。火通りの若い方からブルー、セニャン、アポワン、ビアンキュイと言います。それでは早速ステーキを焼いていきたいと思います。今日はサラダ油を入れて焼いていきましょう。フライパンを熱している間に、お肉に塩をしていきます。厚みのあるお肉ですからしっかりと塩をしてあげた方が食べた時に美味しいですね。平らなバットなどに塩をしてあげると全体にまんべんなく塩することができますし、お肉に直接塩をしちゃうとなかなか塩加減が見にくかったりしますけども、バットに塩をしてあげると塩加減が見やすい。失敗したらやり直しもできます。ここにお肉を乗っけます。そして上からも塩を振ります。隣のフライパン、オリーブ油を入れて熱していきます。フライパンが温まってきましたから油がサラサラと流れるような状態になってきました。十分にフライパンが熱くなりましたからお肉を入れていきます。焼き色つくまではあまり動かさない方がいいんですけども、今肉を置いた瞬間にフライパンの温度が少し下がってます。あとはですね、油の上に置いたつもりなんですけども、油を押し出してしまってますから、一度持ち上げて下に熱い油を流し込んでもう一度置いてください。
この後は焼き色がつくまであまり動かさずに焼いていきます。この3つのお肉は先ほど言いましたセニャン、アポワン、ビアンキュイ、レア、ミディアム、ウェルダンに焼いていきたいと思います。オリーブ油を入れてより高温にしたところでブルーですね、ベリーレアのお肉を焼いていきます。やはりブルーだけは火加減が全く違います。もうほぼほぼ中に火は入れたくない、でも表面には香ばしさをつけたいのでより高温で焼く必要がありますのでフライパンを分けました。ではこちらちょっと見てみましょう。うっすら表面に肉汁が浮いてきました。裏を見ると美味しそうな焼き色がついてますのでもうひっくり返しますよ。少し火を弱めます。さあこちらブルーに焼くお肉ですけどもより高温にしてたので短時間で焼き色がつきました。ブルーのステーキは肉汁が浮いてくる前にひっくり返しました。もう裏も焼き色がついたらすぐに取り出していきます。お肉の火通りはですねステーキの場合は温度計を刺したりはしませんので触った時の弾力そして肉汁の出方で判断します。まずはブルーですね、ベリーレア、こちらはもう表面が焼けたらすぐに取り出してください。こっちの3種類なんですけれどもうっすら肉汁が浮きかかってきたので押すと肉の繊維の裂け目からうっすら肉汁が浮かび上がってます。セニャン、いわゆるレアはこの状態で取り出します。もう少しね焼くのに時間がかかりそうなのでここでバターを入れて、アポアンとビアンキュイはバターを入れて少し温度を落としながら、このまま強火でいってしまいますと焦げてしまいますから少し温度を下げてバターの香りもつけながら、こうやって焼き油を上からかけてあげると熱が下からだけでなく上からも熱いバターがかかることで上からもじんわり火が通ってきます。触ってみると弾力を感じるようになってきました。全体に内側から赤い肉汁がじわっと浮かび上がってきています。まあ、このように最初焼き色をつけたいんであればオリーブ油やサラダ油で表面をパンと焼き固めて、その後でバターの風味をつけながら少し温度を通してじっくり中まで火を通す、このように油脂を使い分けていただくと上手に焼けてくると思います。もう肉汁もだいぶ浮かび上がってきましたので、これはアポワンですね、いわゆるミディアムです。最後にビアンキュイ、よく火を通したという意味のフランス語になりますけれども、もうフライパンの中で中から肉汁が溢れ出す、そういう状態になるまでじっくり火を通していってください。取り出していきます。ブルー、セニャン、アポワン、ビアンキュイ、焼き上がった後の状態パッと見ただけでも違いが分かると思います。最後に大事なことですね、お肉は焼いた後に焼いた時間と同じかもしくはそれ以上十分に休ませてください。理由は2つあります。1つは余熱で今も火を通し続けています。中心部分は自分が狙った温度までまだ上がってません。周りは熱々なんですけども、そのじんわりと外の熱が中まで伝わって余熱でじんわりと中まで火を通しています。フライパンの中で、ちょうどいいなと思うところまで焼いてしまうとどうしても周りは思ったよりも行き過ぎてしまいます。思ったよりも硬くなります。なので余熱を使って、火を入れてあげると柔らかくステーキを食べることができます。そしてもう一つ、焼いたお肉はですねすぐにカットすると肉汁が溢れ出してしまいます。見た目には美味しそうですけども食べた時には肉汁が溢れ出してしまったお肉ですからもちろんパサつきます。なので、十分休ませてあげる。ひっくり返してみるとやっぱり表と裏で肉汁の出方って変わってきます。やっぱり肉汁下に落ちていきますので休ませてる間も途中ひっくり返してあげると落ちそうになった肉汁がまた肉の内部に入っていきますので、時々何回かこうやってひっくり返してあげるっていうのも結構ちっちゃなポイントですね。これがステーキを美味しく食べるための最後のポイントになります。これを今から強火でさっと焼いていくんですけれども、より高温にしたいのでオリーブ油とバターにしました。フライパンを熱している間に表面の水分、余分な水分を拭き取ってから仕上げに両面をこんがりと焼いていきたいと思います。時間をかけて焼いていくとせっかくちょうどいい火通りなのにさらにまた火通りが進んでしまいますから、片面そうですね10秒ぐらい本当に表面だけを熱く香ばしく焼いていきましょう。十分休ませて、今中の温度はちょうどいい温度なんですけどやっぱり表面冷めてます。口に入れた瞬間冷たいと美味しくないですよね。表面を焼いていきたいと思います。
はい、取り出します。はい、ステーキが焼き上がりましたので断面をね、見ていきましょう。ブルーですね。ブルーは、中が、まあ、このいわゆる、まあ、火が通ってない生の部分が多くて、中心温度でいうと、40度、45度ぐらいです。冷たい生肉ではダメです。はい、セニャンというと中心部分にいわゆる、まあ、ブルーみたいな生の部分が少しほんのり残るよう、これがセニャンですね。はい、そして、アポアンというと全体にピンクがかっている状態。最後ビアンキュイ。ビアンキュイといっても、真っ白けっけにはなりません、少し発色は悪いですけれども、ピンクの部分も少し残る程度、こういった火通りの違いがあります。2024年4月開校予定の辻調理師専門学校東京へようこそ。次にですね、お肉を焼く際に先ほどは焼き色がついたらひっくり返してそのまま焼き上げましたけども、最近ですとこまめにひっくり返しながら何度も何度もひっくり返して焼く焼き方というのも出てきました。どういった違いがあるのかやってみましょう。先ほどのお肉よりも厚みが薄いですから、今回はオリーブ油で焼いていきたいと思います。お肉を焼く際にですね、私塩しかしませんでした。よく塩コショウしましょうって言うんですけども、ステーキ焼くとき結構高温で焼きます。コショウもですね、香辛料の一つで、あんまり高温で熱してしまうといい香りが損なわれてしまう、むしろ嫌な香りが出てきてしまうこともありますので、焼き上がって仕上げに上からコショウを振りたいと思います。十分フライパンが温まりましたのでお肉を焼いていきます。お肉は塩してあります。お肉の下に熱い油を流し込みます。でこちらは焼き色がつくまでは動かさず、ひっくり返すのは1回だけ。もう片方は30秒から1分程度で細かくひっくり返しながら同じ時間焼いていきたいと思います。やはり30秒1分ではなかなか美味しそうな焼き色にはなりませんけども、何度もひっくり返すことで徐々に徐々に表面は香ばしい焼き色がついてきます。ひっくり返したことによって熱いところから一旦離れて、でも余熱でも火は入っていきますので、実はこまめに上下焼いたり休ませたりを繰り返しながら焼いているということになります。結構美味しそうな焼き色になってきました。こちら焼き色つくまで動かさないよという焼き方ですね。表面少し汗がかいてきました。ではひっくり返します。ひっくり返した方はですね、ここからはバターをかけながら、焼き油をねかけながら火を通していきます。もう片方はこまめにひっくり返しながら焼いていきます。こういうこびりつかないフライパンで焼いてあげると、何度も何度もひっくり返しても旨味は鍋底にはあんまり張り付かずに肉の表面にとどまって焼き固まってきますので、結構何度もひっくり返してもしっかり焼き色ってついてきますね。弾力が出てきて内側からうっすら赤い汁が浮かび上がってきてますので、取り出していきたいと思います。
焼き色だけを見ますと何度もひっくり返した方も同じぐらい焼き色はついています。まあ一度しかひっくり返してない方、色だけじゃなくてちょっともうカリッとした部分、悪く言えば硬いかもしれませんけども、ちょっとカリッとしたところもあって中はジューシー、そういったコントラストを生み出すことができます。こちらは全体的にまんべんなく綺麗な焼き色、火通りも全体的にまんべんなく火通りすることができます。こちらのお肉も焼いた時間と同じぐらい休ませましたので、同じように表面だけ焼いて仕上げていきます。フライパンでオリーブ油とバターを今熱してます。表面の水分はまたキッチンペーパーで拭き取って焼いていきましょう。こちらが何度もひっくり返した方ですね。こちらは一度だけひっくり返した方です。はい、では断面を見ていきましょう。こちらはですね、先ほどのフィレ肉同様、ひっくり返すのは一度だけ、焼き油をかけながら火を通したお肉になります。こういう火通りですね。そして何度もひっくり返した方はというと、こうやって見てみますと外側ですね、焼き色がついてる部分の近く、白くて硬くなってる部分の層がより分厚くなってます。何度もひっくり返した方が全体的にまんべんなく均一に火が通っている。まあ、焼いた表面を見るとまあカリッとした食感の違いは出るけれども、ピンク色の部分は少し少なくなってしまうな。何回もひっくり返すとまあ周りは一度しかひっくり返さなかった方に比べると香ばしさは足りないんだけれども、全体的に均一に火を通すことができる、こういったメリットがあると。まあ、これは好みだと思います。やっぱりカリッと香ばしいところも欲しいな、噛んだ時のお肉の旨味が欲しい人はあまり動かさずに焼く、クラシックなやり方もいいでしょう。全体的にまんべんなくやっぱり柔らかさを求めたいというんであれば、こういった何度もひっくり返す火の通し方、こういったことにもチャレンジしてみるといいかもしれません。付け合わせも準備していきましょう。今日の付け合わせ結構シンプルです。きのこのソテーで、こちらが皮付きのじゃがいものフライ、これを合わせていきます。それぞれも美味しく火は通ってます。バターを入れて、で仕上げにですね、ニンニクのみじん切り少々加えて、パセリのみじん切り、じゃがいものフライときのこのソテーを合わせたポムフォレスティエールといった付け合わせです。今日はシンプルに赤ワインソースを準備しました。赤ワインとフォンドボー、子牛のだし汁を煮詰めてバターでコクをつけて、あとは塩コショウで仕上げたソースになります。では盛り付けていきます。今日はお肉が大きいので1人前じゃなくて、まあ、2、3人でちょっとシェアするような感じで、ちょっとどさっとね豪快に盛り付けていこうと思います。そしてお肉ですね、食べやすい厚みでカットしていきましょう。少し斜めに包丁を入れてあげると中のピンクのね断面の部分が大きく綺麗に見えますし、盛り付ける時にも動きが出るのでちょっと難易度は上がりますけども、ぜひチャレンジしてみると美味しそうに盛り付けることができます。隙間を開けながら、はい、今日は 2、3 人でシェアできるようにソースはソースポットで別添えにしたいと思います。サラダ的なさっぱりしたものがあるとお肉が美味しく食べれますので、クレソンも添えてあげて、これで出来上がりですね。それではお召し上がりください。一口でいただきます。はい、中が40度ぐらいですから、もうほぼあったかい生ですね。一番まあ野生味のあふれる味がするといいますか、ステーキというよりは生肉に、あったかい生肉に近いですよね、うん、赤身の美味しさというか、はい、旨味というか、そういったものとかちょっと血のっぽい感じがしますね。次にセニャンですね、レアになります。いただきます。ヨーロッパ欧米の方はセニャン好む方が多いですね。赤身のお肉ですと火を通しすぎるとパサつきますので、はい、セニャンぐらい少しこう、うん、柔らかみを残した方が、はい、霜降りじゃないお肉でも柔らかく食べる、うん、そういった火通しですね。とてもしっかりとお肉の味がガッと届く感じがします。アポアンですね、いわゆるミディアムです。はい、いただきます。中まで火が通ったピンク色という状態ですね、うん、はい、食感が変わってくると思います、うん、噛んだ後の、うん、味の残り方が全然今までのものとは違う感じがしました、はい、最後ですね、ビアンキュイです、ウェルダンですね。はい、いただきます。
まあ、少し硬さは感じますけども、うん、お肉を食ってるぞという感じもします。あの噛み応え、香ばしさ重視の火通しになります。確かにこれが一番あのお肉の外側にあるちょっと焦げたところの香ばしさが一番あって、うん、でこれはまた本当にこれの美味しさっていうのが感じました、はい、それぞれもう何がいいというよりは、まあ、食べ手の好みです、肉質によって、まあ、赤身の多いお肉であればウェルダンまで行くよりはセニャン程度、霜降り肉、国産牛、こういったものでしたら、うん、まあ、ミディアム程度まで火を通すのがおすすめではありますが、最終的にはお好みの焼き加減に焼き上げていただくのがいいかと思います。改めてこうやって食べ比べることってあんまりないんですけれども、はい、これ今回こう食べ比べてみて明らかにやっぱりこうお肉の味と香りと印象が全く違うというのがとてもよく分かりました。続きまして今度はロース肉ですね、はい、赤ワインソースと一緒にお召し上がりください、はい、いただきます。さっきの4種類の食べ比べでこれはどこかなっていうふうに感じながら、はい、食べたんですけども、まあ、ほぼミディアムですね、はい、とてもしっかりとお肉の旨味を感じて、はい、あと、まあ、おソースもとっても美味しいのでお肉の引き立て方っていうのはやっぱりこれだけ同じフライパンの中でもこれだけの違いが作り出せるっていうのは本当に感動いたしました。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。